厚い鉄板から複雑な図形を精密に切り出していく金型加工装置、それを駆動する頭脳部分。これら無数の半導体素子の中でも中心的な役割をしているのがマイクロコンピューター、マイコン、チップに乗ったコンピューターである。おもちゃの世界も今やマイコン時代を迎えている。音に反応して複雑な仕草をするバラエティグッズ、微妙な動きをするものはマイコン仕掛けのせいである。数ミリ角のシリコンに作り込まれた膨大な回路がコンピューターの働きをしている。それがマイクロコンピューターマイコンである。標的を自動的に追尾捕捉する対艦ミサイル、これも頭脳部分はマイコンである。現代のカメラは半導体素子を全身にまとっている。無駄なく織り込まれたフィルム状の基板、ここに搭載されたマイコンがピントや絞りを自動的に調節する。今や家電製品の中でマイコンを使っていないものはない。ユーザーが選んだオプション通りに複雑な動作をする家電製品はマイコンの登場で初めて可能になった。最新式の掃除機では取っ手に内蔵されたマイコンが最も効率の良い風圧を選び、モーターの回転を制御しているのである。オフィス革命をもたらした数々の事務機もマイコンの独壇場である。例えば複写機、数多くの半導体素子が使われており、その頭脳部分を支配しているのもマイコンである。電子立国日本の自助伝、前回は電卓開発の歴史についてお伝えしました。その熾烈な競争の中から生まれてきた画期的な技術がマイコンだったんです。でこの賑やかなですね、人形たち、この中にもマイコンが生かされてるんですね。兵器から産業用ロボット、そして家庭電化製品に至るまで、さまざまなところでマイコンが使われています。マイコンというのは機械の中に組み込まれた知能なんです。でちょっとこれをご覧ください。この中のこの8ミリ角の小さなもの、これが見事なコンピューターなんです。でこれが年間14億個生産されて現代の生活を支えているわけです。今日の電子立国はこのマイコン誕生の物語です。相当面白い導入部だったですね。賑やかだった。賑やかでね、なんか大歓迎されてるみたいなね。でこれがこれもそのくねる花なんですがね、これも、はい、ははははここにセンサーがあって、あとここにマイクロコンピューターと言われるものです。膨大な巨大な回路がこの中に作り込まれていると。ワンチップコンピューターですね。例えば炊飯器についてですね、チップだけをこう模型にしてみたらこういうふうになるというわけです。はい、でこれは、ランダムアクセスメモリーってわけですね。これは一時記憶装置と言いましてですね、明日の朝何しようかなんていうその都度その都度の命令をここに入れとく機械です。型だけは肩書きのボタンをポンと押すとですね、この間計算機でもやりましたね、0と1の信号で0101という約束事ができてるわけですね、はい、ですから肩書きって言ったらこの信号がこっちに入っていくことになります。肩書きだよってこういう信号で教えてあげるわけですね、そう、こういう点滅信号がここに後で入っていくことになります、はい、それからもう一つ明日の朝何時っていうのも、この時刻の情報もここで打ち込めるようになっております。これもみんな01信号で、こう組まれております。そうするとあれですか、奥さんたちの命令を一時的にここに記憶するそうなんです。一時的に記憶する、はい、今度こっちの方にまだメモリーがあるんですね、炊飯器を動かす手順、はじめスイッチを入れると、次に何度で温度を熱すると、で何度だったらまた、温度をさらに上げるとかっていう手順だけですから。あ、そうそう、これ炊き方を記憶してるのがこの装置、この装置ですね。ですからそれは毎日変える必要もそれは固定しておいていいわけですから、はい、これはリードオンリーメモリー、読み取り専門メモリー記憶装置、はい、あるいは固定記憶装置というようなもので、その手順が全部入ってございます。例えばこういうものですね、現在の時刻を取り込みなさいなんていうと、こういうふうになって、これはこういう点滅信号で、セットされてると。肩抱きというお客さんが入れたわけですから、肩抱きの手順がいるわけですね、で肩抱きの手順もまたですね、こういうふうに肩抱きの手順、いろんなそのオプションの手順も
例えば肩抱きのプログラムっていうとこのブロックが肩抱きのプログラム、うん、ね。それじゃあねご飯を、うん僕肩抱きにしましょう、はい、肩抱きにしましょう。で明日の朝7時に炊き上がる、ね、ということですね、はい、というのを一時的にここにこう記憶させたわけですね、はい、さてこの中央演算装置にはですね、はい、中央演算装置には簡単なあの時間信号を発射させる装置が入ってます。それから簡単な計算機が入ってます。うん、それから、そういうこういう0と1の信号などをですね解読する装置も入ってます、うんうん、からそれをどこに配分するしようっていう配分装置も入ってるんですがね、うんうん、でまあ、ここで7時と設定したと、はい、そうするとこの計算機がですね、ただいまの時計時間と所定指定の時刻との差を計算するわけで引き算をするんですね、それでだん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 差が縮まってきますね、はい、ついにゼロになったと、はい、さあゼロが来た、うん、ここでスタートだと、はい、こういうわけです、はい、そうするとはいじゃあこのお客さんはどういうのを所望してるのか信号を取り出してこいとこう言いますね。あ肩抱きだというわけです、はい、その肩抱きは、10101という信号で、はい、このあのこう組まれてますから、うん、その0101の信号は今度ここを通ってここに入ってきます、はい、もう一回戻ってくる戻ってくる、はい、ここに戻ってくる、はい、解読すると、はい、なるほど。そうするとこれお前じゃあロムから肩抱きの情報を取ってこいと、はい、とこの肩抱きの情報はここに入ってます。これは固定記憶装置に全部肩抱きの手順が入ってますね、うんうん、例えばですね、うん、初めちょろちょろ中パッパ、はい、赤子が泣いても蓋取るなと、蒸しなさいとこういうわけですね、そうするとおいしいご飯宅にいろいろねですね、こういう手順が全部ここに入ってございます。こういうふうにもう何段階に分けて、まあこれは3段階ですけども、はい、さて初めちょろちょろというのはですね、じゃあ温度70度だと仮にしましょう、はいはい、70度で設定し70度にしなさいっていう情報だけがこういう01信号で出てますね。そうすると70度にしなさいっていう情報だけがまたここにこう来てですね、うん、この中入ってきます、うん、でここでこの信号を解読してうんそれは70度にせってことだよと、はい、こうやってですねこれがまたここから出てってですね、それでもう一つこう LSI を通るんですけども、でお釜に行きますと、はい、ですね、はい、はい、70度にしなさいとこういうわけです必ずここを通ってここ通る、うん、そうすると次はこれを20分維持しなさいと、はい、とこれはまあ20分維持するとこういうわけですね、はいはい、そうすると20分維持できたと、はい、そうすると今度は中パッパだよと、うん、こういうわけですね、うん、そうすると次のこの中パッパの信号がまたこことこう入ってきてですね、はい、中パッパにやれよと、はい、うん、そうするとパッパだよと、はい、こういうふうになるわけですね。こういうふうにしてご飯が炊けていくと、はい、で最後は、まあスイッチを切りなさいという、はい、あの命令で終わるわけです。ですからこういう命令をここで処理していくと、それを中央演算装置というんですね、うん、じゃあこれは大変大切なんだ。ですからこれこそが頭脳で、都会でいうとですね、こういうさまざまな情報の倉庫があったり、これは交通路があったり、でその入り口にいろんなもう多分こう鍵があるんですけど、うん、鍵を開けたり閉めたり、あるいは、交通信号の信号の点滅をね、黄色にして青にしてっていう全信号を全部ここで制御するっていうのが性質を持ってる信号指揮所みたいな役割をするわけですね。これこそが実はマイクロの心臓部なわけですね。で今日はこれのがいかにして開発されていったかというお話になるわけなんですが、これが実はですね、日本の電卓戦争と非常に深い関係がありましてね、日本の電卓のための LSI を開発するということが非常に大きなきっかけになって、こういうものが登場してくることになるわけです。今日はこのお話であります。ロバート・ノイスら8人の若きエンジニアたちがシリコンバレーに設立したフェアチャイルド社、自由な気風にあふれ士気も高く、次々と新しい技術を開発し世界をリードした。会社は飛躍に次ぐ飛躍を遂げ、アメリカを代表する大きな半導体会社にのし上がった。だが絶頂期は長くは続かなかった。フェアチャイルド社は肥大化し、研究者の士気は落ち、工場の規律は乱れ、製品の質が低下した。私どもその LSI を作る前に MSI ミドルスケールのインテグレーションのものをですね、フェアチャイルドと組んで開発しておりましたんです。それ141という私どもの計算機なんですけども、ところがフェアチャイルドはですね、納期は遅れる、イールドは悪い、もう散々な低たらくなんですね。その時のボスがノイスなんですよ。で私はドクターノイスどうしてるって聞きましたら、
彼はもう酒ばっかり飲んでもう酔いどれになっちゃってんだ。ですからいつ頃のフェアチャイルドの末期ですね。フェアチャイルドの親会社フェアチャイルドカメラ&インストゥルメントは6ヶ月でフェアチャイルド社の会長を2人もクビにしたんです。まず会社設立当時からの会長をクビにして社長を新しい会長にしました。ところがその6ヶ月後新しい会長もクビにしたんです。そして親会社の重役たちでフェアチャイルドを運営しようとしたんですが、彼らは半導体のことなど全く知らないんですからうまくいくはずがありません。しかもどこからか新しい会長を連れてこようとしていました。彼らは本当なら新会長になるはずのボブ・ノイスをどういうわけか無視したんです。フェアチャイルド社4番目の工場、今は巨大な廃墟となっている。フェアチャイルド社は80年代に入って経営不振のため石油探査会社に売却された。ここから歩いて3分のところにインテル社最初の本社があった。設立1年後従業員総数106人、会社は若さと活気にあふれていた。インテル社発祥の地、オフィス兼用の小さな工場は私たちが訪れた時買い取った不動産会社の手で改装中であった。当時私はフェアチャイルドがたまたま幸運に恵まれたおかげで成功したのではないということ、そして私たちなしにはフェアチャイルドはやっていけないんだということを証明したかったんです。つまりフェアチャイルドの重役連中とは違う私たちのやり方で仕事をしたかったためにインテルを設立したんです。当時半導体のメモリーに一番近かったのはデュアルフリップフロップという回路で1ビット1ドルくらいのものでした。コンピューター用のメモリーとして定着していたコアメモリーが1ビット1セント、つまり100分の1ドルの時代ですから、私たちは半導体メモリーのコストを100分の1に下げればコアメモリーと張り合えると考えたんです。創立間もないインテル社が目指したのは様々なタイプの IC メモリーを開発し生産することであった。総員106人の半数が MOS 型 IC の開発に従事し、成果が次々と現れた。まずシリコンゲートによる MOS 型 IC の開発に成功。ついで1970年、世界に先駆けて1キロビットのダイナミックランダムアクセスメモリー DRAM の開発に成功した。コアメモリーより安い半導体メモリーが誕生したのである。私どものようなもうあの中小企業にまでノイスがアタッシュケース一つ持ってきたということはですね、私は全国歩いてると思いますね。各メーカーさん歩いてると思います。でその時にノイスはどんなことを話したかと言いますと、自分の目的は今前世のコアメモリーをセミコンダクターメモリーに変えることだと。で彼はさらさらと黒板にですね、そのコストパフォーマンスですね、セミコンダクターメモリーが量が多くなってこういう価格でこうなっていくと、そうすればまあ量はこんな風に多くなって、ここでクロス点があの何年であるとという10年のスパンでですね、彼はもう大変熱情的にあのコアメモリーをセミコンダクターのメモリーに変えるという自分の使命というのをですね、ですからインテルのですね最初のマークはコアをかじってるという。さっきロムとかラムとかってありましたでしょ、あれは0と1の信号をあのこう状態を維持してる状態ですね、はい、それをメモリーって言うんですよ。ですから、うん、もうちょっとラフな言い方すると、うん、0か1かの痕跡を残すと、うん、それがメモリーなんだというふうに私は理解したんですけどね、うん、何でもいいんですよ、うん、痕跡を残すんだったら、うん、紙に穴開けてもいいわけですし、開いてるとこと開いてないとことかね、あるいはあの磁石の磁化させるとことさせないとことかね、はい、アメリカ陸軍がですね、あの砲弾の大砲の弾の弾道計算するためにエニアクっていうコンピューターを作ったんですが、はい、これはどういうふうにしてそのメモリーをしたかっていうとですね、これはスイッチなんですよね。ですからこう係員がですね、一生懸命女の子が一生懸命メモリーこの表に従ってですね、うん、メモリーでこう、うん、スイッチ入れたり、うん、ね、あの入れなかったりっていう動作でメモリーをしてると、うん、それから今度あの第3
この番組のシリーズの第3部だったと思うんですが、はい、アメリカの防空システムが出てまいりましたね、ものすごい量の真空管を使って、はい、その防空システムを作ったっていう話がありましたけども、あそこに使ったのがコアメモリーっていうメモリーで、はい、フェライトコアって言うんですけどね、それをこうたくさん並べといて、必要なところだけこう自家すればいいわけですね。そうすると自家したところは、あのこう痕跡が残るから、はい、そこは1になるわけでしょう、はい、自家しないところはそのままゼロだと、だからゼロか1かっていう情報をそういうふうにして、あの一応記録したと。そういうものがやがてトランジスタに置き換わっていきます、はい、で IC によるメモリーっていうのはですね、例えばこうトランジスタ全部こう作り込んでおきましょう、それ であと上の配線だけをソフトに従ってね、ソフトプログラムに従って配線だけをしてやると、ほら、はい、電気が通る、はい、通る、はい、通らない、通る、通らない、通る、通る、通らない、はい、あとこれは1101010と、これがリードオンリーメモリー、一番単純なケースですね、これは電源を切ったから消えるってことはありませんね、もう配線をしてあるかしてないかだけですからね、はいはい、ところが電源を切ったら消えるっていうメモリーもあるわけですよ、だこれは例えばさっき言ったその最初のランダムアクセスメモリーなんてのは電源を切ったら消えるわけで、一旦消えてまた入れ直して、次の情報をこう格納するっていうのは、そういうメモリーもあるわけです、はい、両方のメモリーがあるんですけれども、その両方のメモリーともですね、あのやっぱり、インテルはですね、それも開発に大変な力を入れて、そして成功して、それを社会に売り込もうとするわけですね。ビジコン161電子機計算機は昭和41年当時、電卓市場に驚異的な性能と衝撃的な価格で登場した製品であった。それは超小型コアメモリーの利用で初めて可能になった。こんな経験からビジコン社は早くから電卓におけるメモリーの重要性に気づいていた。これはロムカードといい、さまざまな関数計算や多元連立方程式など20種類の動作手順がパンチカードに組んである。これを使って駆動すれば、一つの電卓がカード次第で土木設計から金利計算までいろいろな専用計算機に変身したのである。これがいわゆるストアードプログラム電卓であった。やがてパンチカードはすぐに半導体メモリーのロムに置き換えられた。ナショナルセミコンダクター製のリードオンリーメモリーロム、まだ集積度が中規模の MSI であった。やがてこれらを MOS の LSI で作る計画が持ち上がった。これは演算用の LSI、 それにつながる一時記憶装置レジスター、そしてそれらを駆動するロム、演算用の LSI の動作手順をここに記憶させておき、目的によってチップを変えれば電卓がさまざまな専用計算機に変身する。これをストアードプログラム方式といい、コンピューターの世界では当たり前のことであった。それで私どもはあのソフトウェアオリエンテッドな、すなわちストアードプログラミングの計算機を作ると決めましたときは、そのセミコンダクタメモリーを自分の使命にするノイズと組もうと、もうはっきり決めておりましたわけですね。アメリカ西海岸のシリコンバレー、かつて広大な果樹園地帯であったことをうかがわせるアプリコット畑。インテル社最初の工場はそんな果樹園と境を接していた。新興会社インテルは化学会社ユニオンカーバイド社から工場施設を譲り受けて創業を開始した。当時の従業員数125人、 LSI の生産能力が月産20万個、メモリーの生産がようやく軌道に乗った頃であった。ここにビジコン社から3人のエンジニアが派遣された。その一人が島正俊さん。ストアードプログラム方式の電卓を LSI チップにしてもらうのが任務であった。ビジコン社の仕事を担当したテッドホフ、応用部門の責任者であった彼はコンピューターにも精通していた。これあの、島さんが設計なさったその電卓ですね、
そのものじゃありません。線を引き直してあるんですけども、要するにプログラムで駆動するソフトプログラムで駆動する電卓の設計図であります。要するにどういうところが、まずこれキーボードのキーボードを駆動するためのチップがここにあります、はい、でここにプリントを駆動するためのチップがございますね、うん、これが計算をするためのチップですね、はい、で問題はこれなんですね。ここにこの計算をするためのソフトのソフトプログラムをですね格納するためのリードオンリーメモリーというメモリーをたくさん使ってますね、はい、ここを変えていくとですね、はい、このチップを変えていくことによって同じこの電卓がですね、うん、いろんな目的に使い分けできると。ただ問題は、うん、なんせこうチップが多いと。ゴードン・ムーアは13と言ってるんですけどね、うん、島さんはそうじゃない、19種類で済んだと、うん、でインテル側は公式記録によると12種類というし、ムーアは13種類と。ビジコンはインテルに複雑な LSI を確か13種類も作ってほしいと考えており、私たちはビジコンとその実現可能性について話し合いました。スタッフの数から言ってインテルには13もの回路を一度に作るだけの能力がなかった。せいぜい 2,3 種類しかできなかったでしょう。ビジコンが要求した仕事の量は私たちにはとても手に負えないものだったんです。できたばっかりの会社で、まだ100人足らずの会社でね、小さな工場でその1個の LSI 作るんだって、その1年も1年半もかかるものをね、 10何個も9個ないし12個なんていうのをさ、どうしたらいいだろうと悩んだのが、そもそもマイクロプロセッサーの入り口だったわけですね。テッドホフがずっとこう見てるんですね。いや、その回路図はこういくら見せてもですね、あまりこの興味を示さなかったんですけれども、私が提出したその電卓のプログラムにしげしげとよくじっと見てるんですね。私は彼らがロムを十分に使い切っていないのではないかという疑問を抱きました。どういうことかというと、ロムによって実行される命令が実に複雑だったんです。そこで私は命令をシンプルにすればロムをもっと有効に使えるので、結果的に演算用 LSI の論理回路がすっきりするのではないかと考えたわけです。インテル社では2つの開発案が進行した。エンジニアが少なくてどうしてもチップを減らしたいインテル側、一方自分たちの設計に自信を持っていた日本側、志麻さんたちは着々と論理回路を電気回路図に書き直し、ROM に入れる膨大な動作手順を組み立て始めた。ところがテッドホフはストアードプログラムの発想を極端に推し進め、ついに革命的な考えに到達していた。ある日その部屋に入ってきましてね、そのアイデアが湧いたと。で、実はそのお前たちが言っているその16桁とかですね、8桁とかそういうマクロの命令をね、ずっと低いマイクロなレベルでの命令をその作ってみようじゃないかと。これが、テッドホフ自らが手書きをした、設計図であります、はい、これ何が何だか分かりませんね、全く、ね、もうって英語だしね。それで、まあ非常にラフですけども、はい、これを日本語に変えてみようというわけですね、でまずここにあるこのここに、これはこの固定記憶装置 ROM なんで、リードオンリーメモリー、これはもう志麻さんのそもそもの発想の中にあったやつですね、はい、これを援用してそのまま利用してるわけですね。それからこの上にこの部分、これはこういうふうになるわけですね。これは要するに言い換えれば RAM と、ランダムアクセスメモリー、はい、でこれは志麻さんの考え方にもシフトレジスターっていう形であったわけですね、うん、決定的に違ったのはここなんです、次のこの部分ですね、この部分これです。もう決定的に違ったのがここなんですね、この4ビットの計算で全てを処理しようと。この4ビットの計算ってのは極めて単純なことしかできない、実進法における一桁の計算ですね。実進法の一桁の計算さえできれば、はい、それを延々と繰り返せばどんな桁数が多くても計算はできるはずだと。その計算の手順はこちらに記憶させておいてやればいいと、
複雑な手順をこうソフトで記憶させておいて、はい、プログラムにしておいて、はい、でそれを使ってねこの単純な計算機でやると。さらに彼は待てよとこう考えたんですね、はあ、それは何かっていうとですね、うん、4ビットの計算というのはですね、うんつまり0か1かの識別をする場所が4つあると。あ、それで4ビットって言うんですか。1、2、3、はい、4か所、そういうことですね、うん、でそういうものが4つあると考えると、はい、0か1かを識別できるところが4か所あると、これが4ビットということなんですね。それで4ビット、はい、でそれがそれで0、その組み合わせでいきますとですね、16通りあると、うん、00から1111までね、16通りある、うんうんうん、でそうするとですね、これを計算機として使うならばこれそれぞれに数字を割り当てて記号を割り当てると、うん、しかしこれにですね別の割り当てを命令を割り当ててみようと、例えばスイッチを入れるということに対応させようと、うん、最後スイッチを切るということに対応させたら、うん、これこの中にこの手順間の手順をたくさんこう考えて対応させていったらですね、あの小さなチップがですね、計算機以外にも使うんじゃない、例えば炊飯器というわけですね。でいや例えばですね、うん、計算だけではなくて、今まではプリンターはプリンター専用の LSI、はい、からキーボードはキーボード専用の LSI があったわけですけども、はい、じゃあこの同じようにですね、その、このコードにですね、そういう割り当てをして、ソフトでそういうものを組んであげれば、キーボードだってその4ビットの演算装置で駆動できるだろうと、プリンターだって駆動できるだろうと、計算だけではないと、電卓全体が駆動できるではないかと、最も単純な計算装置で、はい、というふうに考えた。ここがあのテッドホフの革命だったわけです。シマさんは言いました。今までにもうかなりの回路の設計をしてしまってるんだ、インテルに合わせるためにまた初めからやり直さなければならないじゃないかと。まあビジコン側も問題があることには気づいたんですが、論理をちょっと修正すればなんとかなると考えていたようです。しかしインテルのボブ・ノイスたちは、私が違うアイデアを持っているのならそれでやってみろと言ってくれたんです。まあ保険でもかけるようなつもりで念のためにやってみようということだったんでしょう。ビジコン本社は迷うことなくテッドホフの案に同意し、インテル社との間で開発製造契約を結んだ。ビジコン社は開発費用として$66,000をインテル社に支払い、合わせて6万セットの製造を発注した。開発された製品はビジコン社が独占することになっていた。この時テッドホフはビジコンプロジェクトから離れ応用部門に戻っていた。で契約が結ばれたその年1970年の4月にもう一度アメリカに行ったわけですね。でその時に新しいエンジニアということで、そのファジンという人がフェアチャイルドから移ってきたわけです。実はもう一人ですね、その論理設計をやる人を雇おうとして探していたんですね。でそこらその4ビットのプロセッサーというものはあまり興味がないということで、インタビューに来てもですね、4ビットのマイクロプロセッサーをその開発するんだけれどもと言いますとね、そのもうその場で帰ってしまうんですって。やめたと。そうです。でなかなかその論理設計をする人が現れなくて、そういうところにその島が日本から来たと、一つその論理設計をそのやらしてみようと。島さんが2度目に渡米した時、空港に彼を出迎えたのはフェデリコ・ファジーンであった。イタリアの大学で物理学の博士号を取った後、フェアチャイルド社でシリコンゲートによるMOSLSIの製造法を開発した。それはMOSLSIの集積度を格段に上げる画期的な技術であったが、フェアチャイルド社は採用に消極的であった。そこで彼はインテル社の誘いに乗ってビジコン社の仕事に自分の未来をかけたのである。でファジンはファジンで、そのフェアチャイルド社からインテルに移って、さあ一仕事しようと、プロセッサーってのは面白そうだと、よし回路設計やってみようということで、私とファジンがもうマイクロプロセッサーというものは絶対その開発できるものだと思って、もう馬車馬のように走ったんですね。This is the engineering area,
And that's where Dr. Moore office was, Gordon Moore. And down there was the area where we had the layout drafting and the cutting area for the ruby that was over there. Ted Off's office was here. My office was here, and but now it's changed. It was, the office was from here to about here, and we had three people. これは島さんが書いたインテル4004の論理回路図である。これをわずか4ミリ角のシリコンチップの中に作り込むのがファジーンの仕事であった。まずこれを2200個のトランジスター回路にし、LSI としての細部を決定した。今度はそれをマスクパターンに翻訳する。シリコン表面に電気回路を作り込むための図形である。ファジーンの指示に従ってそれを手で描くのがデザイナーたちの仕事であった。マスクパターンを設計図と照合し、誤りをチェックし、訂正箇所を洗い上げていく。訂正が終わると、それを拡散から配線まで6つの工程別に色分けしていく。後で色別に分解して6枚の写真原版に作り、シリコン表面に転写するのである。最後に図形としての不良箇所を検査する。線が切れていないか、線同士が触れていないか、幅が太すぎないか細すぎないか、四角い窓枠を当て丹念に欠陥を洗い上げ訂正する。これを2度繰り返して完了する。私にとってはそれほど難しい仕事ではなかったように思います。確かに仕事の量は多かったんですが、チップの基本構造をどうするか、どうやって基本となる回路を作り上げるかということを解決した後は、ただがむしゃらにやればいいだけでした。仕事それ自体の複雑さより心理的な重圧の方が大きかったと思います。とにかく一番苦労したのはミスが許されないというプレッシャーに耐えることでした。ミスをすればそれだけスケジュールが狂ってしまう。そして決められた期日に商品が仕上がらずに取引先をがっかりさせてしまうのですから、ミスを犯してはいけないというプレッシャーと毎日戦うことがやはり一番苦しい問題でしたね。マスクの設計図が完成すると、ルビーと呼ばれる赤いフィルムに工程別に図面が転写され切り出される。その数は拡散用から配線用まで合計6枚になる。その1枚1枚について再び原図と照合し、不良箇所を洗い出し修正する。線の幅、配線の位置、すべて肉眼で隅から隅まで確認していく。この作業を2度反復してルビーの検査が完了する。6枚のルビーをそれぞれ200分の1に縮小して写真看板に焼き付けると、6枚の実寸大ガラスマスクが出来上がる。これを工程に合わせて次々と使ってはシリコン表面に回路を作り込んでいくのである。これは4ミリ角のシリコンチップに作り込まれた4ビットの演算回路、最も簡単なコンピューターの心臓部である。チップの上に横断する黒い影は女性の髪の毛。太さが 0.06 ミリ。その幅の中に無数のトランジスターや何本もの配線が隠れてしまう。チップ製造者のフェデリコ・ファジーンのイニシャル FF、こうして世界初のマイクロプロセッサー4004が誕生したのである。チップが完成するとファジーンが早速テストに取り掛かった。テストをする機械はこの辺にありました。ここで私が4004をテストしたんです。とても興奮しましたよ。
私は18の時、イタリアのオリベッティ社で小さいコンピューターの設計をやりました。物理学の博士号を取るために大学に復学する前のことです。その時以来、私はずっと小さなコンピューターを作りたいと思い続けてきました。それが今自分の手で実現し、目の前にあったのです。しかし、それが他人にとっても大事なことだとは気づきませんでした。そして、まさか現在のように世界を動かすようになるとは夢にも思わなかったのです。彼らはメモリーの方に忙しかったので、私は放っておかれたんです。インテル社としては主流の仕事ではないのですから、失敗してもどうということはなかったわけです。放っておかれたのはかえって私には好都合でした。フェデリコ・ファジンが、一生懸命そのチップに仕上げている最中に、島雅俊さんは日本に帰ってまいります。なぜならば、そのできたチップをテストしなきゃいけない、テストする装置を作らなきゃいけない。なぜならば、それはただのチップですから、それが本当に電卓として働くかどうかっていうシミュレーション装置を日本で用意しなきゃいけなかったわけですね。で、そういう準備をしていた。やがて4004が日本に到着した。さあ、羽田に駆けつけた。昭和46年4月、最初の4004が航空便で羽田に届いた。大きな段ボールの箱にはケースに入った4個のチップが収められていた。送り状の品名がマイクロプロセッサー。やがて通関業者から悲鳴の電話が入った。マイクロプロセッサーとは一体何かと税関が首をかしげている。説得に約3、4日かかりましたね。3、4日。それ当時までアメリカから輸入していた半導体というものは、一つがメモリ、もう一つが電卓用に使っていたシフトレジスタで、このプロセッサーというものはそのどれでもないと。一体何だということで、セントラルプロセッシングユニットである。そうしますと、税関の人はコンピューターがワンチップの中に入ってるってのは考えられない。嘘だろうと。だから、ごまかしてるだろうと。4004を輸入するのに、ビジコン社はもう一つの困難に直面した。開発費用$66,000の外貨割り当てと LSI の輸入許可を大蔵省と通産省が認めなかったのである。手続き一切を担当したビジコン社の柏崎さんは通産省に日産することになった。ざっと考えて、何回窓口にお出になりましたですか？何回ですかね。20〜30回行ってるんじゃないでしょうかね。20〜30回。はい。毎回同じ話するんですか？そうです。もうそれしかございませんですわね。で、私どもはすでに契約は済まして、仕事は進んでるんですと申し上げましたんですけども、もうそれはお宅の50ですと、契約は50ですと、我々は許可はできませんと、まあそういうふうな言い方だったですね。契約が50で許可できないっていうのは、知ったことではないですと、通産省としては。外貨を上げないってことですか？そうそうそう。中小企業の2つや3つ潰れても構いませんと。私どもは日本の半導体産業を育成するということに最重点の項目を置いておりますと、まあそういうふうなことを言われましたですね。要するに、中小企業の1つや2つは潰れたって。はい、はい、もう構いませんと。ようやくテストをする日がやってきた。4004をシミュレーション装置に差し込んだ。ロムはプログラムが決定するまで製造できないため、市販のメモリーを組み合わせて代用した。電源スイッチを入れてメーターを見た。電流の流れ方には異常がないようであった。まず、短く単純なプログラムがパンチカードで用意された。カードリーダーにプログラムを読ませ、リセットボタンを押した。正常に走り出すか、あるいは暴走するか、指を離せば結果は瞬時に判明する。話しますと、こんな具合に
いわゆるこれが暴走と呼ぶんですけれども、あ、全部点滅しちゃう、全部点滅するわけですね。ですから同じ暴走でもこれはまだ筋のいい暴走感、ね、筋の悪い暴走ってあるんですか。筋の悪い暴走というのはこういう規則性のない、例えばただ一番悪い暴走というのはですね、暴走というか悪いのはどういうのかといいますと、リセットをして CPU をクリアしてスタートさせますね。ところが離してもスタートをしない、 CPU が完全にロックされてもう全くスタートしない。ですから死んでるんじゃないだろうかと。また一番基本的な論理がその動作してないだろう。でこうなるともう手がつけられないですね。死んでるものをそのどうやって調べようかと、こういう状態になったらもう困ったなっていう、もうそういう感情だけですね。もうなんていうんですかね、もう極端な話するとドアに鍵かけて自分一人で調べていきたいっていうね。どうだって聞かれてもわからないですよね。孤独ですね。これは孤独ですよ。ですからマイコンっていうのは成功すれば本当王様ですね。もう天才だ、秀才だ、素晴らしい仕事をした、次も期待してるよってなりますけどね。もう失敗すればもうスーッとこういなくなりますからね。天国と地獄、今までそうですね、私は4ビット、8ビット、16ビット、32ビットのマイクロプロセッサー全て開発したんですけどね、このリセットボタンを押すときだけはこの怖いですね。もう1年、2年、3年かけてやったものの結果がこれで出てきますもんでね、瞬時で、ええ、で押すのが怖いんですか、話すのが怖いですか。話すのが怖い、押すのはいいです、押すのはいいけどこの話すのは怖い。自分の考え方が合っていると、絶対間違いないと、だからこの機能をこういうその設計の方式でこういう具合に具体的にインプリメンテーションして、こんな具合に実際に検証すれば絶対大丈夫だと、こう思うんですよ。もう信じるんですね、自分の考え方、やり方、自分がやったこと。そしてそのいわゆる設計を終えて、でプロセスに入れるわけですね。でそのプロセスに入れて出来上がってくるのにだいたい 1、2ヶ月、もうその間は不安感ですね。その 1、2ヶ月の間は自分が開発設計したものを一切調べられませんから。ですからある日は あそこの論理大丈夫だろうかなってそう思いますとね、まあ、当時図面はその持ってこれませんからね、会社から出せないから会社に行くわけですよ。でロジックをこう見て、あ大丈夫だ、明日だと。ですからもう非常に不安感がいつもいつもつきまとって、で時々あそこ間違えてないかな、大丈夫かな、でそういうことがもう頻繁に起きるんですね。それを2ヶ月間ずっと続けるんですよ。毎日毎日。いつも頭から回路やマスクのことが離れませんでした。そして不安を抱えたまま眠るなんてことがよくありました。すると真夜中に目が覚め、問題点がパッとひらめいたりするんです。そんな時私は飛び起きて一目散に会社に向かいました。何度もそういう経験をしましたよ。マイクロプロセッサーっていうのは自分のこの身をね、少しずつ削っては自分の子供をこう作っていくという、そういう感じですね。ですから女の人が妊娠をして10ヶ月間お腹の中で子供を育てて、最後は自分のこう体を傷つけながらこの子供を産んできますね。まあ、それのもっと過酷なものかもしれない。
そうやってこの出来上がってきたマイクロプロセッサーですからね、そう簡単にこれを押して離してあダメだったってそういうようなもんじゃないんですよ。で例えば自分の子供がその生まれてですね、ダメだと捨てちゃえとこういうことは言えないから、もう2年3年かかってやったものをこの最後に産む瞬間がこのリセットボタンを離すということなんですね。ですからいろいろな感情がね、すべてこのリセットボタンにこのかかってるんですよ。ですからもう動いた時はもう本当に嬉しいですね。動くだけで、動くだけでもうこれがこうチカ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 ってこの動いてるだけでもう感激ですね。そんなもんですか。ええ、4004は見事に走り出した。周りから声が上がった。どんどん行ってみよう。次々とパンチカードでプログラムを読ませることにした。キーボードを動かすためのソフトプログラム、ついでプリンターを駆動するソフトプログラム、最後に16桁の計算用ソフトを入力した。パンチカード12枚、延べ1000行の命令が読み込まれた。そして123と叩いてプラスキーを押す。果たしてプリンターが動くかどうか。と123で小数点が2で小数点が出て00、演算はしてないかもしれないけどこの123というものが表示される、ソフトウェアでプリンターを制御して打ち出されると。と本田はここでこう拍手、ここでもうこう拍手、よかった、よかったなっていうわけでさ、もうどんどん打ってみろよっていうわけでやってみるか。じゃあ456足す、じゃあ結果出すよ、もう579出てきたねって、よかったねって、これでも拍手、全員拍手、拍手。じゃあ掛け算やってみようか。2×3 はもう掛け算もできるじゃない。じゃあ割り算やってみよう。じゃあその3÷2はもうできるじゃないか。そのじゃあサブトータル取ってみようか。1+2+ サブトータルで3、4+5+サブトータル6、グランドトータルを12、もうこれも動いてるじゃないか。もう気持ちはもう天国にその登った気分ですね。もう自分がね王様になってね、それからその世の中は全て自分を中心に回っている。ついに石の中のコンピューターが動き始めた。テッド・ホフ、島正俊、フェデリコ・ファジーン、何人もの知恵と努力が4ミリ角のコンピューターに結晶した。島さんは著作の中でこう書いている。心臓がブルブルと震え、感動が電流のように全身を貫いた。ついに自分の組んだ論理回路が石の中で動き始めたのだ。手に汗握りますね。あの完成した時にね、そのボタンを押す、はい、こんなにハラハラドキドキするっていうのはね、ええ、全く考えてもいなかったですね。あのマイクロプロセッサーをつまり開発するってことがどんなことかっていうことがね、あれでよく分かりましたね。なんて言うんでしょうか、要するにみんな石の中に入っちゃってると、で自分の考えが正しいかどうかって確認のしようもないままにですね、もうとにかく夜も寝られないって思い出したらもうさ、間違ったりしないかっていう恐怖感ね、それが最後の瞬間に指が離せないって、あの気持ちは話聞くまで全く想像もできませんでした。途中で確かめるってことはできないよね。できないわけですね。だからあのリセットボタンを押すけど、押せるけど離せないっていうのは、そうかなと思いましたね。そうですね。さて、そのちょうどその頃、ポス端末という携帯用のポス端末を作りたいという話がですね、関西のシャープからですねございまして、ポス端末って何のこと？ですね、新幹線、今ですと新幹線とかですね、あるいは JR ですと車掌さんが切符売るときにこう小さなものを持って計算してパッパッとやりますね。それとかあれから車内販売で売ってる時の売ってる方がやっぱり計算するときにやる。
ああいう携帯用の、まあ、あの、まあ、一種の会計処理をするような。これは日本コカ・コーラの経営システム部が発行したディーラー向けの推薦パンフレット。そこでビルペットという携帯型伝票処理機の利用を進めている。ビルペットにカセットテープをセットし、商品の配達先で数量と単価をキーボードで入力する。あとは営業所に帰ってテープを窓口に渡せばよい。以後の事務処理は機械が迅速正確にこなしていく。これこそ4004に遅れること9ヶ月で登場した国産初の2チップのマイクロプロセッサーである。昭和45年に日本コカ・コーラの要望でシャープが設計し、日本電機がチップの製造に着手していた。4004の登場を知って、日本電機はすぐに2チップを1チップに作り直した。これが本格的な国産マイクロプロセッサー、ニューコム4であった。ビジコン社は4004を搭載したさまざまな商品を発売した。プリンター付き電卓、伝票発行機、キャッシュレジスタ。これらの商品がやっと市場で売れ始めた頃、ビジコン社は激烈な電卓戦争の中で経営不振に陥った。インテル社との間で再び契約が結び直され、販売額の 5% をもらうことでビジコン社は4004の独占権を手放した。4004の広い用途に気づいたインテル社がビジコン社の独占を解除したかったのである。電卓戦争の中で喘いでいたビジコン社は譲歩を重ねた。こうしてマイクロプロセッサーの種がアメリカにまかれ育っていくのである。私たちは4004の開発費の一部を払い戻して4004を電卓以外に使う権利を獲得しました。そしてビジコンが倒産する直前に4004の販売権を手に入れたんです。その時もビジコンに何らかの権利料を支払ったかと思います。とにかく私たちは電卓よりももっと他の商品に4004を使いたかったんです。ビジコン社から販売権を買い戻したインテル社は4004を中心にラムとロムなど4つの LSI をセットにして売り出した。あなたのプログラムで動く超小型コンピューター、マイクロコンピューターマイコンの登場であった。4ビット演算回路はすぐに8ビットに拡張された。8008を経て8080が登場した。これもシマ・ファジーンのコンビがインテル社で開発したものだった。8080と、まあ同じようなものをですね、やはり、作らないかというような話がですね、確かインテルからあったと思います、はい、それは、まあ、やはり日本にですね、こういうマイクロプロセッサーを広げるという意味では私ども日本電機の力を一緒にやってやりましょうと、要するにマイコンの文化をですね、形成したいという形では考えたと思います。そういう時代もあったんですか、はい、でそういうことで、まあ、サンプルなんかはですねインテルからいただいて、それで作ったインテルがサンプルくれたんですか、はい、そういうことだったと思います。はあ、サンプルを提供された日本電機は回路を解読し、同じ仕様のチップを作って日本国内で販売した。それには高度なリバーシングエンジニアリングの技術が必要であった。サイズから機能まで8080と同じミューコム8、これがやがて日本国内で爆発的に使われ出した。日米にブームを巻き起こしたインベーダーゲーム機の頭脳は8080とミューコム8であった。パチンコから産業ロボットまで、マイクロプロセッサーの応用分野が急速に広がりだした。そんな昭和60年、模倣を黙認してきたインテル社が日本電機を法廷に訴えた。マイコン文化を広めたいから、どうだと言って持ってきたとおっしゃってましたね、はい、そしてしばらく経ったら今度訴えるぞって、はい、力が強くなったんですよね。日本側が品質はいいし、それからアメリカの市場にそれをまた輸出しようなんていうと、そこは許せないと。でそこで、よし法律で争うじゃないかと、で争うわけですね、はい、でそのことがきっかけになって、アメリカには半導体チップ法という法律ができるんですよ、まあ、今まで見てまいりましたように、あの回路の図形ね、あれが全部登録すれば、
法律的な保護が受けられるっていう法律ができたんですね。で日本も現在そうなんですよ。あのそのままもうその法律がアメリカでできたらすぐその後日本でも法律ができまして、はい、これは通称あのカイロ配置法っていう法律なんですが、はい、やっぱしもう各社全部このああいうチップを作るとですね、うん、チップそのものと、うん、それからもう一つはそのチップの中 の, そのマスクの図形ですね、はい、あれの写しでも本物でもどっちでもいいんですけど、それをちゃんと登録をすると、登録するとそれが全部格納されてですね、はい、でそれを真似した人は、うん、あの訴えることができると。23年前メモリーの開発と普及を旗印に設立されたインテル社だったが、メモリーの分野では日本にお株を奪われた。今インテル社は世界5カ所にデザインセンターを持つ屈指のマイコン生産会社である。筑波学園都市に設立されたインテルジャパンはアメリカに次いで大きな希望を誇っている。マイコンは日本のユーザーの要望に合わせて設計されアメリカで生産される。世界5カ所のデザインセンターはホストコンピューターが専用のデジタル回線でつながっている。マイコンの設計要員はすべて日本で採用された若いエンジニア。その数は企業秘密である。顧客との間で開発製造契約が成立すると、論理、回路、マスクの各設計、命令コードの作成、コンピューターシミュレーションと仕事別にチームが編成される。どの作業もコンピューターの助けを借りて行われる。かつてエンジニアやデザイナーが身を削って手書きした図面はキー操作一つで瞬時に描き出される。これはマスク設計が完了した後、工程別に図形を呼び出しているところである。N 型不純物拡散用のマスク、 P 型不純物の拡散用マスク、竹結晶シリコン成長用マスク、アルミ配線用マスク、最後にこれらを1枚の紙に打ち出して肉眼でチェックする。線の幅を1000倍に拡大すると図形の大きさが8メートル四方になる。現代ではマスクパターンのチェックもコンピューターが不良箇所を教えてくれる。しかし最後の仕上げは肉眼でやる。スクリーン上では拡大すれば全体が見えず、全体にすれば部分が見えない。拡大した部分を連続してチェックするには紙にしてみる必要がある。心配なところを重点的に紙の上でたどっていく。一箇所でも不良箇所を見逃すと、出来上がるすべてのチップが正常な動作をしなくなる。これがガラスに縮小転写され、それを使ってシリコン表面に8ミリ角の回路が作り込まれる。こうして小さな石の中にコンピューターができていく。これはすべての工程が終わったばかりの顕微鏡映像、16ビットマイコンのシリコン表面を撮影したものである。それらを収めたパッケージ、この中に作り込まれたのがこれから現れる図形全体である。歩いているところがマイコンと外部を金線でつなぐ端子、同じ場所の顕微鏡映像、データバスの制御回路、固定記憶装置リードオンリーメモリー ROM、 一時記憶装置ランダムアクセスメモリー RAM、そしてマイコンの心臓、中央演算装置マイクロプロセッサー。石の上に作り込まれた知能、8ミリ角の中に12メートルもの配線と40万個のトランジスター。これが16ビットマイクロコンピューターの全貌である。
マイクロプロセッサーに関してはですね、うん、やっぱし、4ビットとか8ビットは大変、まあいいものを作っているんですけども、うんうん、16ビットとか32ビットっていう非常に高級な複雑な能力の高いマイクロプロセッサーっていうのはまだ日本はアメリカ特にインテルに対して一歩も二歩も引きを取ると言われてるんですね。メモリ王国で、ええ、しかもエレクトロニクス王国の日本が、はい、なぜそのマイクロプロセッサーだけになってるんですか？これね、これからその話に入っていくわけなんですがね、うん、とにかくこれね、顕微鏡写真を見ていただくとね、うん、感覚的にすぐ分かりますよ。ちょっと見てみましょうか。そうですか、はい、団地の空撮のように顕微鏡写真が流れてまいりますが、はい、それはメモリーの顕微鏡映像です。ほらご覧ください。端はねちょっと複雑ですけど、これからこれはトランジスタの海です。同じものがずらーっと並んでるでしょ、うん、ね、これはまさに微細加工の技術そのものなわけですね。設計というよりもむしろその加工技術によるところが大きいと。まるで建築同じ部屋をたくさん作る技術なわけですね。規則的な、はい、次これがマイクロプロセッサー、ご覧ください。複雑でしょう。これはねある一箇所をずっとこう横断してますからこの程度で済むんですが、このちょっと上はまたさらに違った図形だし、ちょっと下もまた違ってるし、ですから非常に設計が複雑だ。でそれはまさにそのそれを設計する人のですね能力に関わってくると言われてるんですね。メモリーっていうのはですね、多分開発項目が100項目ぐらいあると思うんですよ。それをですね一斉にこうザーッと平行的に走っていかなきゃいけないんですね。で同じようなエンジニアのレベルの人が100人いないと。ですからそれが日本の場合にはその共同で同じような要するに誰かがね俺がやるっていうんじゃなくてその協力してできた。それに比べてねアイコンっていうのはね、これはあるその優秀なエンジニアが論理回路さっき言ったように構築しちゃえばいいわけ。で俺がって言うんでいいんですよ。これ論理回路っていうのはね、考えれば考えるとシリンクできる、そういうその頭の良さっていうかエンジニアの優秀さって言いますかね、それが問われるんですよ論理ってのは。メモリーというのは互換性があると、互換性ってことはつまり、うん、つまり A 社のものをですね、B 社に置き換えることはそう難しいことではないと、うん、しかしマイクロプロセッサーっていうのはそれに必ずソフトが絡んでくるから、はい、中に入れるソフトがね、うん、その絡んでくるんで、その互換性が非常に乏しいと。そうするとどういうことかというと、どうしてもその例えばある会社がね、ある、うん、A 社なら A 社のマイクロプロセッサーを使うとすると、うんうん、どうしてもその歴史がずっと続いていってしまうと、世代交代がそういう形で続いていってしまうと、うんうん、つまりマイクロプロセッサーというのはソフトもあり、今までそのマイクロプロセッサーで設計した商品持ってるでしょ。で次設計するときは そのことも考えて設計しますからね。そうするとね、一つのシリーズのものを使うとそれの今度は上位バージョン使おうということになりますね。だからどうしてもね歴史がつながっていくんですよ。コンピューターもそうですね。そういう意味でね、うん、島君なんかはね、まあインテルで一番初めやったんだけども、そういうものの種は向こうで成長しちゃってね、日本で成長しなかったの。やっぱり初めが一番大切じゃないかな。最初が。でもね、すごく素朴な疑問なのは、はい、プロセッサーで日本は負けてる、はい、でもね全体として見ると日本ってのはものすごくエレクトロニクス王国になってるし、うん、半導体すごいでしょ、はい、そういう不思議ですね。それね、僕もね、僕らもこのいろんなアメリカ取材も含めてやってきて、通説に感じることの一つはね、ここでもそうなんですが、8ビットマイクロプロセッサーそのものを作る能力がアメリカが劣ってるけれども、しかし4ビットにしろ8ビットにしろね、それを使いこなす技術、応用商品、これに長けてるわけですね。だから応用商品の多いこと、それをすぐですね、そういうものができたと分かった瞬間に、それをいかにして使うかということに ものすごく力を注ぐわけでしょう、うん、ありとあらゆる応用商品を日本は生み出してきますね、うん、それだけ使う場所が多くなる、需要は膨大になる、コストは下がると。だからもう一つね、これはもう非常に強く感じることなんですが、そういうプロセッサーができたと、登場したと、それをすぐ
産業技術に使ったという、ここも日本の日本的な特徴じゃないでしょうかね。産業技術にってのは、例えばね、早い話は自動車産業の溶接ロボットに使うと。そうするとあのロボット一つ一つに、マイクロプロセッサーがついてると、そうするとそのロボットにインプットするだけで、ロボットがあの読もうように溶接をしてくれる、そうすると何が起きてくるかというと、それまでは車が1台1台車をあのモデルチェンジするたんびに専用の莫大な費用を投じて専用のマルチウェルダーっていうその溶接機を作ったわけですね。で車が変わるとそれを廃棄してまた新しいのを作ると。これがねロボット時代に入ってくると、そうするとロボットはそのままと、インプットだけ変えればいいと、スクラップ&ビルドはなしと。これはものすごいコストの節約になるわけですね。新しいタイプの車が出ても機械は同じもの、機械は同じもの、これインプットだけ変えればいいというね。車は安くできる、ね、そういうことが自動車産業のみならず、あらゆる産業に、例えば半導体産業に一つ取ってみてもですね、例えばあの見ましたね、あのシリコンの単結晶の引き上げがいかにか温度管理が難しいかっていう、はい、名人芸か、はい、あの名人芸をロムに記憶させておいて、マイクロプロセッサーで駆動すれば、名人芸がそのまま寸分の狂いもなく実現できると、そうすると日本のシリコン単結晶はたちまちにして品質が上がると、こういうことになりますね。ですから半導体産業も他の産業もこのマイクロプロセッサーを産業技術に取り入れることで、ものすごく品質は飛躍していく、しかもぶどまり上がるからコストは下がるという時代になってくるわけですね。ですからこれが日本的な特徴じゃないかと思います。さて次回最終回になります、ね、次回ね、はい、いよいよ最終回ですね。いよいよ辛かったですねつい本音が出てしまったんだけど、はい、もうなんで素人が分かったふうなこと言うもんですから大変辛い次回は、はい、今日のお話とも関連するんですが、はい、例えばね、半導体工場が一つある、はい、それからお正月にね、はい、菓子交換会をやると、名刺交換をすると、はい、そうするとその半導体工場の菓子交換会に集まってくる、人たちは1000人の人が集まると、それは1社500、2人ずつで500の会社がそこに集まってくるってことは、一つの半導体工場というのは500の優れた技術によって支えられているということですね、はい、しかも半導体という世界ではそのレベルは一番低いところにあっちゃうと、そうすると日本の半導体産業は高い、質が高いってことはですね、その周辺技術がいかに高いかってことですね。髪の毛はですね、パッと切って断面を切って、この断面を22等分に切れる技術なんていうのが次回は見ることができるようであります。